続いての試合は 8C さんのプラチナと流星のライチ。いやー倒さなきゃいけなかったんだけどな。アクション。まず両方のボディーから落とせるようになるワンコンボ、ダメージで入って、次の試合は 8C プラチナ対川田東、まあ、陣からライチに変えたんですけど、やっぱり難しいんで、まあ、また1から頑張ってどんどん強くなっていきたいと思います。さあまず先手を取っているのは川田東、画面端段を取って投げを重ねて、これがバッテンをついて 8C プラチナバーストを使って切り返す。 2D からのジャンビー固めて 3C までガードしきって位置が入れ替わる。コンボを入れるのは 8C プラチナ、スワローカーの下段卓、ジャンビーカウンター確認きっちりして、いつもの狭間の C ループから端でダウンと思いきや、ここは落としてしまう。空中投げ、猫に猫が吸われた、出す前に空投げで吸って1本取ったのは川田様。ウロボロス、ウロボロス、的を絞らせない近距離戦、レッセンガに対しては 2B で暴れて、今のは多分残影ガにも勝てるんでしょうね。ウロボで折らせない飛びに対して派生を巧みに使って的を絞らせず捕まらないように動く片妻、この狭間のトリッキーな動き、プラチナ側捕まえないといけないが、触ってウロボロスゼロの状態でウロボを出して着地点を取って、画面端人形機の合唱脚バスト、バットの中段がヒット、これは試合の流れが変わってプラチナ側のペース、手だから AAA フライパンに対してはまた A で暴れる。ジャニシヒットしたが5C 届かず、マミーサーキュラー離していく、最後は 6C、 8C プラチナが1本取り返してファイナルラウンド、バーストよりはカタアトマ、開幕サーキュラー乗っている、エンジンがかかってきたか、
しかしウロボキットからザーキュラ、これはやりすぎたと思いきや半角は見せてしまう。追いかけて追いかけるが、この派生が非常に落としづらい。ダッシュダッシュガの投げしてステップでした。泡の硬直にウロボロスがヒット、サンシーが勝利、拾ってワンコンボ6に対しては上でっぱい飛んでいる。ウロボから振ってきてガード、アイテム投げがヒット、バースト読んで、これはどうなる。ワンコンボ入れてペルシャ上入れっぱ、お互いワンコンボ即死圏内、ジャヨク方天神バーストもダメ、ジャコーラピキャンジャコー勝ったな片様。はい、続いて出てくるのは高広椿。さあ見ていきましょう、第1ラウンド。中山くん椿が逃げてチャージをタッピング。さあこれ捕まえてスマッシュのワンコンボ、高め弾いてからスペシーから逃げないと、ここは繋がらなかったが、さあ暴れスペシャルゲームがヒット、ここでバーストを吐いていく。さあ走って走って、さあダッシュ5番差し込んでいく。置き攻めは送らせてんでん。さあここで捕まえたバードハヨン、ダメ弾いて、さあよくわかんない裏回りにいたから押し上げたか、相打ちで、さあここは逃げが早かった、アブラを通して、さあ勝利ガードしているが、さあ勘が難しい。さあ体力リードは高広椿だが、アンキャン火力はハードマン負けていない。さあワンコンボ刻んで刻んで、さあ一気に画面端、さあここは後半が暴れにヒット、さあおなじみのコンボミスから、さあここは位置を入れ替えて特殊点から CY 打ち、さあここでコンボを落としてしっかりジャイフ方天神、まだ足りないが、さあここはどうする、さあ護衛タイプ、狭間の護衛これが強い一本選手はガード狭間。さあ第2ラウンド、さあ関山くん線で吹っ飛んでいくが、さあここはジャンビーを引っ掛けて一気に画面端へ、さあ大きずみになってしまうと湯浅行動の少ない狭間はやることが少ない。さあワンコンも光がのにはミスってしまったが、しっかり攻めを継続している。さあ 6A が全然見えなくて、キャストリーが絡めたらここでダメージを伸ばしていき、今これは足りるのか、さあしっかり足りている、ダメージ計算もバッチリ1本取り返す高広椿。さあ最終ラウンド、お互いオーバードライブ持ち、さあまずは捕まえているのは川田狭間の方、チク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 嫌がらせ、さあ体育が間に合わなかった、さあ黒ボスからの派生じゃねえ。さあここはしっかり直前にして、なんとも通さないぞと割り込んでいく。さあ前提を、今日は前提をよくしてますね。さあここからワンチャンス、勝利読み、サンシーラピアンから強引に攻めて、さあここで崩しに投げかな、いったところをしっかりと5番を擦っている。この男の5番早いですからね。さあ画面端は6位はしっかり立っている、素晴らしい。さあ3段から大きめは熱波で拒否、体力お互い5分くらいだが、さあここでしっかりからのワンチャンス、強そうだったがこのまましてしまった。7位の椿対して川田がさあしっかり拾って一気に体力リードを持っていく。さあ何か一つ通せば、さあここはバーストを読みからの駒投げで川田狭間勝利。
高広からマイクを伝えたので、残念ながら私流星が喋らせていただきます。僕はタカちゃんの実況すごい期待してたんですけどね。まあ川田が高広を倒し出てきたのはママウンの流星ティサマナーに対してテーラをかぶしてハジノワンコンボ。これは狭間側序盤からかなりいい流れを作りバーストを吐かせ、しかしここは 2B であるが落としてしまって下がってサマナー。お互い球の打ち方が強そうなカードですね。ジャンビー追いかけてきたところに浮きのジャンビー、ロボに対してサマナーを追いかけるがダウンは取れず、発生から触りに来て距離を取って 6A やったがウロボロスの発生は落とせなかった。ゴシーヒロ見えてしまう。まだ行っているママンニュー、これはワンチャン到来か。画面端シッキロを重ねて6シーかもう一度、しかし暴れいろいろあって、しかしグー投げでフォローしてママンラムダワンコンボ、ラムダじゃないニュースターティンだ。ウロボロ発生カウンターヒットからのジャンエキレントズ一本取ったら片頭。一瞬ヒヤリとしたような試合展開でしたが、きっちり一本取ってとか言ってる間にウロボがヒット、劣勢が立ちくらいなので繋がず。ゴビーからのステップ投げ、これは見えづらい。ウロボジャン CC ダウン取って合体ショー、これは完全にカータペースと思いきや落としてしまう。ゴビゴビゴビオロチブレンソー固まっているところに超筆の駒内を引っ掛けて勝ったな片頭。さあここでユートチームに救世主印人の登場。まあ最初エントリーしてなかったんですが、おすごまで遊びに来てくれて大会前に会ったので参加してくれました。ヒーローは遅れて登場すると言わんばかりの印人。さあいざ出陣とか言ってる間にナイフで切られている。しかし印人我慢して我慢して直が直が直がからきっちりダッシュ込み、無双戦勝山ダッシュ投げ 6C からワンコンボセッカー、ゴビが咲いて 6A 確認からきっちり 5C をつないで難しい距離ジャニヒット、めくりのジャニシー無双突死衝撃からのおしゃれにフィニッシュ。これが印人だ。なんと美しいことか。さあフィニッシュにこだわる印人、リアルも相当イケメンだが画面内も相当イケメン。しかし狭間に攻められバーストを使って切り返す。うるせえ主導権ぶつけんぞと言わんばかりの主導権三振。組体操じゃ飛びは落とせなかった。印人見せます。ワンコンボすげえ運んで画面端前手を通して美しすぎる歴史は読まれている。 6C からざっくり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 して川田狭間が1本取り返す。まあ、印さん2ラウンド目遊ぶからな。さあ最終ラウンドジャニシー 52A がヒットしたが、ここはきっちり定段に対して 5A が置いてある。狭間の画面端の攻め、ジャンビかぶしてロケきっちり立っているからのステップ投げ、おしゃれ。今のはこれは一発ネタか。バスト左翼の前にバーストを使って印人の攻めが始まるぞ。 5B がしゃがみくらいなので裏回り、しかし5パンを越しているカタザマ中断なんて打たせねえからのデーダのクーラゲー、ジャヨク方天神ジャコーでフィニッシュ。印人敗退、これは無念。